現代と違うあれだからね、どうなるんだろうこれ。戻ってきたらね、巡りたちがもう大人になってる、おばあちゃんになってるとか、そういうルートか。現在進行形で弟の将来が心配なんだけど。ん？1年？向こう？いや、そんな、私だけが心配だなんて。妙な声を上げたかと思うと、顔を真っ赤にしてジタバタし始めた。なんかまた勘違いが発生したような気がするんだが。未来君の気持ちは分かりました。いや、分かってないと思うが。いいです、これ以上はお腹いっぱいです、でレシします。違う、気持ちの量じゃなくて質の話がしたいんだよ。じゃあ行きますよ。行くってどこへ？ん？言うが早いか、俺の手を掴んで海へ走り始める弟。不意をつかれバランスを崩した上、さりげなく恋人つなぎになっている、これか。驚きでなすすべがない。バシャバシャと手を引かれ、前傾姿勢になっている中、やっとこう顔を正面に上げると。おと、前、なに、なに。ちょっと、今のゴボゴボ音、うまくね？今、自分でなんとなくやっといてすげえうまかったと思うんだけど。頭まですっぽり覆うくらいの波が襲ってきて。反射的につぶってしまった目を開ける。着きましたよ、竜宮国です。辰の宮国なんだろう。理解が追いつかず、一瞬唖然としてしまった。これさ、竜宮っていうか素材がね、背景素材それっぽいの使ったからなんだろうけど、沖縄なんですよね。なぜいきなり見知らぬ場所にいる。いや、沖縄ですね。なぜ急に満天の星空になっている。なぜ俺は恋人つなぎをしている。ダメだ、一つもわからん。弟、どうやって、あ、いや、なぜ俺はここにいる。ん？お父様にお付き合いの報告をするためです。なぜ疑問が増える。この時間ならあそこでご飯を食べているはず。未来君、行きましょう。おい、引っ張るなって。相変わらずの恋人つなぎのまま走り出す弟、引っ張られる俺。どこにこんな力があるんだ。お父様。レストランに入ると弟は開口一番父を呼ぶ。迷惑かと思って店内を見回すが、どうやら客は一人のようだ。姫子、どうした。その男は？ダンディーそうなお父さんだな。どうやらその一人の客が弟の父で間違いないようだ。40代前後に見える。いかにも厳格という風体だ。そんないかめしい男がこちらをにらめつけてくる。だがこちらの暴走ガールはそんなことを気にも留めない。こちらは港未来さん。この度結婚を前提にお付き合いすることになりました。それは俺のセリフ。いや、違うから言ってないんだけど。そんなことより、おと、ずっと言ってるが、俺はお前と付き合う気はないぞ。え？どういうことだ。さらに睨みが強くなるが、ここは引くわけにはいかない。俺、無理やり連れてこられただけなんです。ん？多分お父さんの下、姫子またかーって感じなんだろうな。目を閉じ、腕を組み考える込む弟父。ぽくぽく。そうか。そのまま天を仰ぐように見上げる弟父。こうか、そうか。はあ、やっぱりか。これは前科ありますぞ。組んだ手をほどき、そのまま頭を抱える弟父。またかーって。本当にすまない。ごめんなさい。ひとまず座ってくれと言われ、全員が席に着いた直後のことだった。こうしっかり謝られるのはあまり経験がないので、ちょっといたたまれない。あ、いえ、もういいですよ、済んだことですし。でも、もう連れてこられてるからさね、竜宮城に。今戻ってもだいぶ時が進んでそうだな。特に実害がなかったわけですから。そう言うと目の前の男は渋い顔をする。
何か間違えただろうか。そのことなんだが、1年ほどは地上に帰れない。あれかな、つなぐゲートが1年に1回かしか開かないとか、そういう系かな。はい、ここはそういう場所なんだ。いつでも来れるが、帰れるのは1年に決まった数時間だけだ。それ今年はいつなんですか？1時間前に過ぎたばかりだ。なるほど、だから音が海にいたのか。点と点がつながって線になる。それは俺にとって嬉しい線ではないが、何か他に方法が？ないのは私が一番知ってるんだ。遠い目をしている。もしかして彼も経験者か？ああ、同じように姫子のお母さんに連れてこられた地上の人なのかな。本当にすまない。頭の中が真っ白になる。ひとしきり呆然とした後、現実的な問題がふつふつと頭に浮かんできた。代わりと言っては何なのだが、君さえよければ。学校はどうなるんだ？編入手続きはこちらでやっておこう。おや？生活はどうなる？もろちん衣食住の負担は我々が全て持つ。みんなとはもう話せないのか？部屋には思い入れのあるものも。インターネット電話もつなげておくし、生き物以外は宅配もできるから活用してくれ。なんか微妙に便利ですね。なんで外堀が埋まっていくんだ。微妙に悲しみづらい。とはいえ、やっぱりみんなと直接会えないのは寂しいが。あの、俺の予想を伺ってか、先ほどからしょんぼりと黙っていた弟が口を開いた。本当にごめんなさい。私嬉しくて舞い上がっちゃって。その深く下げた顔からはっきりとした表情は見えないが、声色から十分に察することはできる。もういいよ、悪気はなかったんだし、過ぎたことを言ってもな。俺と弟に助け舟を出すように弟父が立ち上がる。繰り返しになるが、本当にすまなかった。詳しいことは追って連絡しよう。私は失礼するが、料理は好きに頼んでくれ。どれも美味しいと言ってもらえると思う。そう言い残すと、弟父はレストランから出て行った。ごめんなさい。塩らしい態度は続いている。どうやら陸での活発さは完全に鳴りを潜めてしまったようだ。もういいって。それより元気を出してくれ。顔をうつむかせしょんぼりとし続けている。弱るときは弱る子なんだな。彼女の着ている和服と艶やかな長髪も相まって、触れたら壊れてしまいそうなほどだ。案外悪いことじゃないと思うんだ。いや、よくなりうるって言った方がいいか。え？やっと顔を上げてくれた。だって普通なら竜宮城なんて来れないだろ。しかも着いたら満天の星空だし。あ、それは実は光る深海の生き物たちなの。プランクトン的なね。なんかそういう設定なんかのアニメか漫画にもあったね。ここは深海だから。へえ、なるほどな。ほら、こんな風に知らなかったことを知れる。インターネットつながるのがすげえな。半分本心半分建前。もっといろんなことを教えてくれよ。この場所のいいところたくさん教えてくれ。それで俺にコッコーに来てよかったってそう思わせてくれ。いつか全部本心になる日だって来るかもしれない。未来くん。弟はちょっと涙目だけど、もう悲しそうな顔はしていなかった。そうですよね、悪いことばかりじゃない。そしてやや下を向いて真剣な顔で何かブツブツと言い始めた。申し訳ないことだけど、未来くんと一緒にいれるのは嬉しいし、時間ができたことで未来くんを振り向かせられる。そうなったら未来くんもハッピー。ん？何か雲行きが。そうなったら結果オーライ。結果オーライなのでは？未来くん。ガバッと顔を上げ、こちらをまっすぐ見つめる弟。おお。その目がちょっと眩しくて、こちらからは直視できない。ここに来てくれてありがとう。両手合わせて笑顔でそんなことを言うものだから。
不覚にも可愛いと思ってしまった。お、これは、あ、よかった、まだ時間経過で、本気ですごい時間経過してそうだよな。2021から2050とか飛んでない？大丈夫？あー、来年になっちゃいましたね。これで1年にね、数時間戻れる日、果たして。あ、これは地上か。ふんふふふふんふん、ご機嫌だな。1年で唯一地上に行ける日、戻ってきたぞ。地上よ、私は戻ってきたぞ。俺たちは初めて会ったあの浜辺を歩いていた。何年経ってるかな。地上は日の光が気持ちいいし、何より未来君の友達に会うのは楽しみだからね。俺は海底の静かな浜の方が好きだけどな。ネットとかも繋がってるしな。だいたい姫子もビデオ通話で会ったことあるだろ。俺の言葉になぜか嬉しそうな笑みをこぼす姫子。何がおかしいんだ？何か企んでる？あ、そのビデオ通話とかで見たけども、でもやっぱ時間の流れが変わってる系かな。姫子はひとしきり笑うと、今度は真剣と書いてマジな顔になった。未来君は今年も竜宮国で過ごすってことでよかったの？うん。この質問には出発前に一度答えていた。その答えは今も変わらない。でも、なんとなく気恥ずかしくて、そっぽを向いて答えてしまう。もう向こうには、気に入っちゃったものが多すぎるからな。横目で見ると、とびきりの笑顔を見せる姫子が見えた。未来君、手、繋いでいい？大変ご満悦そうに見上げながら、彼女がそんなことを言う。俺は何も言わずに手を差し出す。あれかな、目線はそらしてスッて手だけ。やったぜ、成し遂げたぜ。結局最近は根負け気味だ。何よりすでに悪くないなと思う俺がいる。竜宮城に来てからずっと振り回されながらいろんなことを経験したことで、それらを好きになってしまった。これからも新しいものや一面を見て好きになっていくのだろう。まだまだ知らないことだらけだ。それでも一つだけ間違いないことがある。あ、未来君、バスキチャットみたい。走りましょう。おい、一般なって。裸足で100メートルを11秒で駆け抜ける健脚で走り抜け。恋する乙女は強い。これでエンディングかな。ですね。で、ここでおとなしく手伝うと逃げないんだよ。はいはい。ん？ロイ？ごめんなさい。でももう少しだけ。この夏とっても楽しかったです。みなと先輩と皆さんと一緒に夏を過ごせて。私も楽しかったわよ。メイさんに連れ回されたおかげなのは尺だけれど、なんだかんだで楽しんでるからな。え、なんかうちのおかげって話してます？花火の後片付けを投げ出して、夜の海を走り回っていたはずのメイ先輩が不意に顔を出す。なんでこんな時ばかりひょこっと出てくるんだ。してたっすよね。何の話っすか？してません。ちょっといたずらっぽく言うんだろうな。それより秋葉原さん、宿題ちゃんとやりました？宿題、なんですかそれは。手伝いませんからね。いい顔。めぐりちゃん、めぐりちゃんは仲間ですよね。いや、終わってますよ。そんな不名誉な仲間にしないでください。次はうちの宿題終わらせる回数。参加してくれなそう。誰が参加するんですかそんなの。第一、もう夏休み終わりですよ。そんな暇ないじゃないですか。おとなしく帰って最後の悪あがきをしてください。もう帰りたくないっす。もう名先輩が走っていて竜宮城行けば。ということで、とりあえずメインルートに戻り、セプテンバー
お、9月13。夏休みが終わって2週間ほどが経ち、学内は徐々に文化祭への士気が高くなっていた。おお、文化祭か、一大イベントよな。特に部活動に所属している生徒はクラスと部活両方の準備に追われてとても忙しそうだった。なーに暇そうにしてるのよ。暇そうというか、実際に暇なんだよ。めぐりは？演劇部の方は忙しいのか？それなりにって感じね。文化祭では演劇をやるわけじゃないからやんないんだ。そういう時こそ公演ありそうなもんだけどね。時間に追われてるってわけではないけど。演劇部なのに？全く演劇に関係ないわけじゃないわよ。一般生徒参加型の即興劇をするの。エチュードか、いいよね。あれ好きだわ。ミスるっていうか、なんだろう、ボケ倒しはいくらでもできるけども、それじゃ意味ないからね。最後に、いかにまとめるかっていうところがね、軌道修正とか、まあそういうところも含めて面白いよ、あれは。一般生徒に求められるハードル高すぎだろう。その企画で参加してくれるやついるのか？そんなことないわよ。こっちでお題を用意するし、まあある程度、用意されてんだったらいいね。なんかお題、例えば、招き猫、はい、スタートって言うんだと、ハードル高いだろうけども、なんだろう、もう、はい、ある意味、ある程度配役と、これを言ってくださいとか、このお題、このお題、次はこのお題みたいな感じで用意してんのかな。こっちでお題を用意するし、部員も一緒にやるから進めやすいように誘導するの。それはいいね。大抵の場合は、クラスのお調子者が推薦されるんじゃない？そういうなんだろう、無茶ぶり系に耐えられるね、即興力のあるやつじゃないと。結局ね、経験っていうか、離れというか、そういうとこだよね、引き出しの多さとか。他人任せかよ。まあ、目的は部員のアドリブ力強化だから、誰かを指名してでも無理やり強行するわ。うわ、絶対参加したくね。と、そろそろ時間ね。部室に顔出さないと。ちなみに俺は劇部系は入ったことないんだよね。劇団とかももちろんだし。てかなかった。中学も高校も演劇部がなかった。結構珍しいのかな、そういう学校は。未来、あんたもサボってないで、クラスの出し物くらい手伝いなさいよ。はいはい、わかってるよ。本当にわかってるのかしら、こいつ。